続きましてダート G1 を受賞、また産駒が好調な北高たる前でございます。父は歴史的名刺ボバキングカメハメハ、母はマダムチェロキー、母の父はチェロキーランであります。現役時は3歳から7歳時に39戦17勝、G1 10勝を挙げ獲得賞金は10億円を超えております。3歳時に G3 レパードステークスなど、世代トップクラスの能力、3歳時に G3 レパードステークスを勝利するなど世代トップクラスの能力を示しておりましたが、本格化は4歳になってから。佐賀記念を皮切りに G1 柏記念帝王賞を制し一気に10勝5連勝、さらに JBC クラシックをレコード、また暮れの東京大賞典を制し、この年だけで G1 4勝を挙げました。5歳時には中央 G1 のチャンピオンズカップ、また 東京大賞典川崎記念の G1 3勝を挙げ、この年の JRA 最優秀ダートホースに選出、また6歳時には川崎記念帝王賞、7歳時に、川崎記念を3連覇など G1 トータル10勝を引っ提げて勝負入りとなりました。産駒はこれまでに2世代がデビュー、父と同じくダート戦での活躍場が目立ち、一昨年の NAR 新種牡馬チャンピオンとなっております。主な産駒を挙げますと、初年度産駒からレディバグが G2 兵庫ジュニアグランプリで2着など重賞オープンクラスで活躍、ギャルダルが東京ダービーを2着、北高花道がレコードタイムで2勝クラスのインディアントロフィーを快勝しております。また2世代目からはマカロニがデビューから3連勝で南関東の2歳重賞ゴールドジュニアを制覇、またグラーツィアが園田プリンセス賞を制するなど活躍場が続々と現れております。なお種付き牢ですが、受胎条件250万円すでに申し込み多数につき、満喫をさせていただきました。以上北高たる前でした。